町村だけじゃなくて、まあ、市もそうかもしれませんけども、この仕事を市村でやってくださいっていう時にちょっとうちの力だけはやりにくいというものがあるとしたら、その今荒田さんがおっしゃったように、まあ、離島で隣に頼るべきような町もないというのであれば、まあ、それはじゃあ県にやってくれませんかっていうのが、まあ、妥当な解決法ではないかなと思います。で、現実今地方自治法が改正案が国会で審議されていて、それでその市町村が望めば、あくまでも望めばですよ、望めば県にちょっと自分たちの代わりにこの仕事してくれませんかっていうことを代替執行という名前がついてるんですけども、自分たちの代わりにやってくれませんかと言って頼めば、県は分かりましたと言ってやるっていう仕組みが導入されようとしてるんですね。で、これは私なりに見ると非常にいい制度ではないかと思ってまして、まあ、つまり、法律で一応にもうとにかく市町村にやってくださいっていうふうに無理にお願いするということばっかりではないよ。そうやって市町村がやると基本的に私は住民に身近なことは市町村でやってもらった方がいいと思います。思うけども、そうは言っても市町村の形もまた事業もいろいろだとすると、いつもはちょっとこれは今は無理だな、あと5年したらできるけどちょっと今は無理だとかっていうところも普通にあるだろうなと思うんですね。じゃあその時には県が当面自分たちができるようになるとおっしゃるまで受けますよというような形を今回作ろうとしているので、これはかなりなんか使いようによってはいい形になるんじゃないかなと。だからそのなんか同州制イコールさらなる市町村合併を義務付けることになるとか、今の姿を否定しないと何か次の制度がないという、ありえないということではないんだろうと思っているので、何より今日皆様ここにいらっしゃっている皆様方にお願いしたいと思ったのは、これからの社会どうなるかということについてはまずファクトを抑えないといけないということなんですよね。どうしていくかという政策論は、まあ、次に来るとしても、まず我々の地域やこの国というのが放っておけばどうなるのか、しかも残念なことにその予測はほぼ当たるということをしっかりまず受けた上で、これからの自分たちの地域どうしていくかということを考えていかなければいけないということについて、その実感を持って感じていただければというのが、今日皆様にここにお越しいただく一番の私としての狙いであり願いで、九州という単位で物事が済むのであれば、できるだけその単位で物事をやっていく、でしかもそれがかつての市町村単位や県の単位じゃできないようなことがこの九州という単位でできるようになるのであれば、夢が叶うようになるのであれば、ここで自分の人生を過ごそうと思う人が増えてくれるではないかと思います。